この正しく恐れるという言葉もね、ずいぶん耳慣れてきたなというふうに思いますけれども、物を怖がらなさすぎたり怖がりすぎるのは優しいが、正当に怖がることはなかなか難しいと、多分この辺のことから出てきた言葉かなと思うんですけれども、寺田虎彦先生の随筆の中で出てきた言葉なんだそうです。その正当に怖がること、なかなか難しいという語尾になっております。やはり今まで各幸喜先生と忽那先生からお話があったように、やはりいろいろ難しいこともある中で、やはりしっかり正当に知ることのこう難しさ、特に一般の国民の皆さんは本当に難しいことをちゃんと勉強していかなきゃならない時間だなというふうにも思うわけでございます。で、今回の感染はコロナウイルス、新型コロナウイルスは飛沫感染、接触感染というふうに言われてます。これももうだいぶ聞き慣れた言葉のように思いますが、改めてどんなふうなことが起きるのだろうということをちょっと図解で表してみたいと思います。このこちらのまあこの両者のお二人が、素敵なお二人が向かい合っておりまして、まあ、この方が多少口を開けて咳をしていると想定します。そうするとピューッとこんなふうに咳が飛ぶわけです。もちろんこれ目に見えませんが、こんな形で咳が飛んでいく。そうするとこの近さですと、この粒はこちらの人の口元にも行ってるし、この辺のお洋服にもついてるし、手にもついてる。で、この丸い緑色っていうのが、実は、すいません、あら、水分を含んだ重い粒子、サイズなどがあるんですけど、まあ、重い粒子ということで、大体1メートル範囲ぐらい、あるいは2メートルぐらい飛び散るよというふうに言われているのが、飛沫感染の経路です。で、マスクをして、こんなふうに近づいてお話しするのであれば、咳コンコンしている方とお話しするのであれば、この相手の方はマスクしましょうねというのが、飛沫感染対策になるわけですが、同時に、こういったところにポチョポチョっとこうつくもの、一体こういった環境の表面についたコロナウイルスが、どのぐらいの期間生き残るのだろうということはまだはっきりわからないです。 WHO は数時間っていうようなことも言っておりますけれども、まだわからないことの一つだと思うんですけれども、ウイルス自体はそんなにこう自然こう環境の中で長く生き残るものではもともとないはずなんですけれども、それでもこういうふうにしばらくの間は生きていると考えたときに、ここで接触していくということがある。そういう意味で接触感染対策、手を洗いましょう、あるいはそういったものが飛び散った可能性のあるところはきれいに拭きましょう、消毒薬で拭きましょう、なんていうことが言われるゆえんです。こういうこともこの雰囲気っていうのをぜひ知っていただければいいな、なんていうふうに思います。これが飛沫感染、接触感染対策です。で、言われているのが咳エチケットです。もう本当に聞き慣れた言葉です。これは実はSARS が流行った、流行した後にですね、この咳エチケットという言葉が CDC ガイドラインに加わったんです。で、当時から医療関係者は、特に感染制御をやっている医療関係者は、この言葉は分かって知っていたんですけれども、やはり一般の国民の皆様にはなかなか浸透しなかったのっていうのが現実だったと思います。で、今回ね、こういう言葉が、まあ、コロナウイルスのおかげでこの言葉が皆様 のお耳に届くようになって、まあ、一つね、感染制御が進んだのかなっていうふうに思いますけれども、これは厚生労働省が出しているポスターでございます。で、先ほど言ったように手についたその手があちらこちらにくっつけていく、接触感染対策をしましょうというゆえんですけれども、ですので口に手を当てて咳やくしゃみをしないでくださいね、バツバツということになります。で、咳やくしゃみのする方はこういったマスクをしていきましょうということになります。で、マスクもきちんと鼻と顎の下まで、覆うように密着するようにしましょうということです。やはり今日も私電車でここまで参りましたけれども、鼻をすっかり開放して口だけマスクしている方も随分見かけました。
なかなかこう顔のサイズに合うマスクを見つけるの大変なんですけれども、その辺はぜひ意識していただきたいなというふうに思います。でマスクなどもない場合はこういった腕をこういうふうにして咳をするというふうにありますけど、まあ、ここの腕が随分汚れてしまうなという懸念もあるなというふうに私は思うんですけれども、こういうことが推奨されています。で、まあ、誰でも彼でもマスクということに今はなっておりますが、まあ、実は症状のある場合と症状のある方がすることと、あと症状のある方に近い距離で、先ほどの絵のように近い距離で接触する場合はぜひマスクをするということが、まあ、一応の基本原則になっておりますが、まあ、皆さん不安ですので、どうしても満員電車などに乗る可能性もありますから、こういったマスクをするというのは、まあ、仕方ないことかなというふうにも思います。そしてつけるのは簡単なんですけれども、実は取るときが もっと難しいんですね。ちょっと小さくて大変恐縮なんですけれども、これはあるメーカーから出して非常に分かりやすい絵なんですけれども、まあ、これはマスクをつけるということなんですが、外し方、ここですね、A1 枚ですけれども、マスクのここの真ん中をつけて、不用意にビュッと触って外すのではなく、端っこをぜひとも意識して、耳からこう外していただいて、そのままポイッと捨てていただく、こういう意識が重要です。なぜならば、呼吸をするたびにですね、近いウイルスを口から出している方と接触した場合、そういったウイルスがここにこうたくさん付着する可能性がある。それ以外にもここを呼吸してこう吸いますから、ここが非常に汚れている場合がありますということが理由なんですけれども、ここをベタベタ触らないようにしましょうというのが一つ注意ポイントです。そして速やかに捨てましょうということになります。で、まあ、できましたら、こうやってマスクをまた取ったときに手を洗っていただくのがベストということになります。そしてセットとして皆さんに推奨されています手指衛生です。流水石鹸の手洗い、水で手を洗いましょう。そしてアルコールでも十分有効ですよということになります。でこれもやはり方法がございます。でまあ、手を濡らして石鹸を手のひらに置いて、ここから十分こすっていくわけですけれども、ただこういうふうにこするだけではなく、もうテレビで皆さん言われてます、手の裏を手の甲を見せて、この手の脇のところ、指と指の間のところもしっかりこすりましょうというようなことです。そしてこのこすってる間がだいたい15秒から20秒ぐらいなどと言われてます。で全体通すとやはり30秒ぐらいの手洗いがとてもいいかなというふうに思います。でここからここまでの15秒から20秒はハッピーバースデートゥーユーを歌いながらやるとね、大体ちょうどいい時間になるんですね。大きな声で歌っていただいてもいいですし、心の中で歌っていただいてもいいですけれども、ハッピーバースデートゥーユーと歌いながら手を洗っていただくとちょうどいいかなというふうに思います。そして十分洗い流しましょうということです。そしてアルコールです。アルコールも同じです。主義としてはほとんど同じですけれども、量が大事ですね。アルコールの場合はたっぷり手の指の間からこぼれ落ちるぐらいたっぷり取ることが大事だと思います。そしてたっぷり取って十分全体に行き渡らせるということです。アルコールで手についた、まあ、ウイルスをこうそぎ落とすということではなく、手についたウイルスをアルコールをつけて殺すっていうようなイメージです。ですので、優しく 手にまんべんなくすり込むというようなことをしていただきたいなと思います。でここですね、ここ注目です。手に取りましたら爪の間にアルコールがまだ指のこの手のこの中にアルコールがまだ残っているような状態の時に指をこういうふうにつけていただいて、爪の中にもしか何かいるかもしれないウイルスをここでまず殺してしまおう、そういったイメージです。そしてゆっくりとこすってあげるということをしていただければいいなと思います。ポイントはたっぷり取ること、こぼれ落ちるぐらいたっぷり取ること、そして全体に行き渡らせるということです。さて今インフルエンザの流行状況なんですけれども、
実はこれ東京都の流行状況なんですけれども、最初の立ち上がりがとても早かったです。なんかラグビーのワールドカップがあったので、そうですね、南半球の方々が持ち込んだんじゃないかなんていう話も噂話として広がってましたけれども、最初時期がとても早く流行が始まったということで、皆さん非常に大丈夫だろうかというふうに心配しましたが、なんと流行のもうピークが過ぎてピークが終わってしまってます。ちょうどこのピークが来た時が、これちょっと分かりにくいんですが12月ぐらいなんです。そしてもう1月コロナの騒ぎが起き始めた後にはインフルエンザがスーッとこう流行がなんか収まっているような状況、まだもちろんインフルエンザになる方もいらっしゃいますし、先生方はコロナの患者さんとインフルエンザの患者さんの鑑別ということがとても重要だという、先生方はそういうような診察をなさると思うんですけれども、今こういう状況です。でこういう状況の中でもう一つですね、今の疑い例の基準は今朝ですかね、浙江省の渡航歴も加わりましたが、こういった流行地域との紐付けの中で、コロナウイルスの診察あるいは検査が行われているのが今の実態ですけれども、今後ですね、本当にそうなってほしくないなと思うんですけれども、私たちはこれからのことを確保しなければいけないと思うんです。やはり市中の中にこういった紐付けのない方々のコロナウイルスの感染症がじわーっと広がっていく、そういうフェーズに入っていく可能性が、十分あると思います。そういったときに、先ほど今の時期ですとインフルエンザが随分少なくなっているのに、なんかインフルエンザみたいな症状が起きたといったときに、もしかしたらコロナウイルスと思うのは怖いことですけれども、そういうような意識も少しずつ持っていかなければいけないのかなというふうに、そういった覚悟といいますか、そういう気持ちも持っていかなきゃならないのではないかなというふうに思うわけでございます。で、病院での感染対策はハイリスクの患者さんを守る、そして医療従事者が罹患しないということが2つの最大目標になっております。病院はそうでなくても、もうすでにたくさん の免疫力の弱い方とか、すごく難しい治療をなされている方がたくさんいらっしゃる中で、今後コロナウイルスの新型コロナウイルスの患者さんを引き受けていかなきゃならないというような使命がございます。その中でやはりそういった患者さんをどうやって守っていくか、そしてその人たちの守る最前線にいるのが医療従事者ですので、医療従事者がこの病気に関して、とても神経尖らせています今は。で、自分たちがならないように気をつけていくということを今一生懸命考えているところですが、病院はこういった方針、二大方針で進んでいくと思います。で、国民の皆様に関しましては、これから嫌ですけれどもコロナかもしれないということで受診する場合があると思います。もうすでにこれも言われていることですけれども、受診の際は必ずマスクを着用していただきたいと思います。病院の中にはできるだけ持ち込みたくないわけですね、不用意に持ち込みたくないということです。で、必ずマスクを着用し、で今の段階では保健所に相談してから病院に行っていただくということになります。そして病院に行きましたら、今のところこんなスタイルの医療従事者が、医療スタッフが、診察する皆さんの前に現れる可能性がございます。びっくりしないでいただきたいと思います。やはり病院の医療スタッフはこういった病院の中に自分の身を守るということをぜひ理解していただきまして、自分たちの身を守るということに一生懸命になります。ぜひこういう中身は優しい医療従事者ですので、こういうスタッフが多分口を開けてください、検査させてくださいということで検査をする時がこれから増えるかもしれませんので、皆さんどうかびっくりなさらないでいただきたいなというふうに思います。そして皆様、国民の皆様の一般の皆様方にもやっぱり感染対策、今までお話ししてまいりましたけれどもとても重要で、やはり皆様方の身の回りにいらっしゃるハイリスクな方々を守っていただきたい、そしてもちろんご自身を守っていただきたい、こういうことがやはり2つの大きな目標になるかなと思います。周囲にこんな方々がいらっしゃいませんでしょうか。がんの治療中です。透析をしています。免疫療法を長期的に受けてます。
生活習慣病、これ今重症化されている患者さん、高血圧がありました、糖尿病がありましたなどということが情報として入ってまいりますけれども、そういったことですね、生活習慣病、そして高齢者の皆様です。もちろん在宅で暮らしていらっしゃる高齢者の方々もたくさんおりますけれども、施設の中に入っている高齢者の皆様も守っていかなければいけないなというふうに思います。で、問題は施設の中には感染制御の専門知識に長けた医療スタッフが必ずしもいるとは限らないんです。で、そういった方々を先ほど賀来先生のスライドの中に地域で連携していくという言葉がございましたけれども、高齢者施設をそういった十分専門知識を持った医療スタッフのいる大きな病院といかに今後連携していくかということも今後の課題かなというふうに思っております。そしてこういった方々が身の回りにいらっしゃる皆さんに関してはやはり手を洗いましょう。人混みの中にできるだけ行かないようにしましょう。風邪のような症状のある人は近づかないようにしましょうなどというような感染対策をより一層意識的に注意してあげていただくということをなさっていただけたらなというふうに思います。今や2大感染対策というふうに言わせていただきたいと思いますけれども、咳エチケットと手をきれいに洗っていくということ、ぜひ、皆さん一生懸命一人一人がこういった感染対策に注意をしていただいて、みんなで、明るく笑顔でオリンピックを迎えたいとも思いますし、頑張っていきたいなというふうに思います。以上です。